was done growing up. Had enough of chasing down the sun. But suddenly I can see everything evergreen. I won't pretend I ever found my way. I've made my...はい、どうもこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は4月に種まきしたパキポディウムグラキリスの3ヶ月後の成長記録となります。面白い結果が得られたんでね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。4月の動画でこのポットに2022年9月に発種したグラキリスの成長が遅いので、より大きいポット、このプレステラ90ですねと、あと用土を極小粒、中粒に分けて成長に違いが出るか比較したいということで種まきをしました。で、3ヶ月後の成長がこちら。これが2022年9月に発種した、グラキリスの種で、今約10ヶ月ですね。この株と比べるともう3ヶ月でめちゃめちゃ成長してくれてますよね。まあね、結構個体差はあるんですけど、この太さで言うともう明らかにこの3ヶ月しか経ってないこの株の方がね、全然太いんですよね。成長がねあまり良くない株でも、もう太さは同じぐらい育ってくれていますね。でまだねやっぱり3ヶ月なんで木質化っていうんですかねはしていないんですけれども、葉の展開がめちゃめちゃすごくて、もうこのわさわさ茂ってくれてますね。もうこの苗はね、葉っぱも大きくて、もう幹もね、かなり、こいつなんてね、どっぷり太ってくれています。で、まあこれもそうなんですけど、脇芽も出ていて、もうめちゃめちゃ元気なんですよね。もうこれもすごいですね。もう両手広げてる感じ。で、用土を極小粒と、あと中粒にね、分けて、成長の違いがあるかどうか、比べてみたんですけど、個体差はあるんですけど、そんな違いは見られませんね。まあ一番成長している株同士で見比べたとしても、あまり差はない感じかな。まあこれが結構ね、成長してくれてて、で、こっちがね、中粒の方に植えたもの、あまり差はないんじゃないかなと思いますね。こっちの2022年9月に発種した種は、こっちの種まきをした4月に同時にねプレステラ90の方に植え替えています。これだけ見るとポットが大きい方がね成長が早いんじゃないかなと思ってしまうんですけど、ちょっとねこっちを見てほしいんですよね。まあ実は種を50粒購入していて、残りの25粒を翌日このね育成ポットに撒いたものなんですけど、もうこのプレステラ90よりも小さな鉢にもかかわらず、同じくらいか、それ以上に成長してくれてるんですよね。もうこの苗なんてめちゃめちゃ立派で、もう我が家のエース級で一番太ってくれてますね。もう脇芽というかちょっと単刀ではなくて多刀になってる感じですね。で、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、でこの株はねめちゃめちゃ太ってくれてますね。芽を伸ばしやすくするために大きな鉢に植えてみたんですけど、鉢のサイズは特段成長への要因とはならないようですね。これだけ見ると実際これらの違いってもちろん種の違いはあると思うんですけど、一番の要因は発種した時期だと思ってます。この9月に発種したものは LED 化で育てていたんですけど、ヒーター持っていないので徐々に外気温が下がってきて、成長のスイッチが入らなくて冬を迎えて休眠させてしまった一方で、これらの株は4月に撒いて気温もねこうどんどん上がってきて、環境が成長を後押ししている感じかな。なので種まきをするなら暖かくなる3月から4月に撒くと、気候がね成長の後押しをしてくれて育てやすいんじゃないかなと思います。はい、でね今回お見せしたいのがこれ、さっきお見せしたやつなんですけど、こっちの3列と比べるとこっちの2列の成長がもう全然違うと思うんですけど、これさっきお話ししたように4月に50粒購入して、残りの25粒はこの育苗ポットに植えて、水やりの頻度、光を当てている時間、育てている環境は同じなんですけど、このね3列と2列の違いはマガンプを入れてるかどうかです。
これ、違いがもう明らかで、まあ、こんなはっきり違いが出るなんてもう驚きじゃないですかね。これマジで一切やらせはありませんので、もうほんとマガンプの力です。こっちのマガンプ入れてない方はちょっとね、今6月ぐらいにはね、もうちょっと葉っぱ展開してくれてたんですけど、気温が上がってきて、まあ、LED 化の下で高温になってしまって、ちょっと今調子を崩してる感じかな。で、一方で、まあ、こっちの株マガンプアリの方はやっぱりね、こう元気にまだまだ育ってくれているんですよね。葉の展開がね、やっぱりめちゃめちゃ多いので、まあ、それでねパワーを蓄えてるのかもしれないんですけど、株自体もね強くなってるんじゃないかなと思います。これただね、マガンプを入れたせいなのかどうかわからないんですけど、このマガンプ入れてる方はこんな感じでね、多頭というか脇芽が出てる株が多いんですよね。これもそうだし、これもちょっとねサイズちっちゃいんですけど、脇芽が出ていて、これも脇芽が出ているんですよね。で、これも脇芽が出ていて、12株中6株脇芽が出てるんですよね。ほぼ半分ね脇芽が出てるのに対して、こっちのマガンプ入れてない方は、まあ、一切脇芽は出ていないですね。で、形がボトル型でなんかパキポディウムっていう形をしているので、まあ、ちょっとやっぱり成長の速度だけではなくて、まあ、成長のね形とかにも違いが出るのかなと思ってます。で、あとマガンプ入れると、もうこれ見てわかると思うんですけど、この2列の葉土とこっちの3列の葉土、もう土の色が違うと思うんですけど、やっぱね藻というか苔が生えやすいですね。まあ、ちょっと見た目がね汚くなってしまうのかなっていうところと、あとはね、今ちょっと皆さん潜られているんですけれども、もう絶賛飛び虫繁殖中ですね。まあね、これがね害を与えないらしいんですけど、オルトラも一応入れてはいるんですけど、結構ね多いんですよね。まあ、これがねちょっと気になっていて、液状の害虫除去のものを散布するのも考えたんですけど、まだ苗木なのであんまり負荷を与えたくなくて、まあ、あとね半年ぐらいしたら、まあ、植え替えてね、その時にね害虫予防していきたいなと思うんですけど、今はこのままで様子を見ていこうと思います。はい、今回は種まきから3ヶ月後のパキポディウムグラキリスの成長の様子をお届けさせていただきました。当初持っていた鉢のサイズ、用土のサイズは成長にほぼ影響はありませんでしたが、このねマガンプの有無でこれほどまで明確な違いが出たっていうことは、すごくねこう収穫だったんじゃないかなと思います。次回は11月、種まきをしてから6ヶ月後の成長の様子を動画にまとめていきます。もう結構3ヶ月でねこれだけ成長してくれたので、6ヶ月後の様子が楽しみですね。このチャンネルではこんな感じで植物の成長記録であったりとか、あとはね行ってよかった園芸店さんを動画にまとめていたりとかしておりますので、ぜひ他の動画も見ていただけたらと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。